とすると、今年の梅雨っていうのは非常に顕著でして、6月で1を更新したその阿弥陀寺で167地点もありました。で、通年を見てもその最大だったっていうのは23地点もありました。で、6月の初めはこれ、台風2号でしたっけ、が来た時の、雨で、東海から関東地方に非常に大きな雨があって、これ豊川ですが、氾濫したり、しました。で、2つ目は6月28日から7月にかけてのこれ梅雨末期のいわゆる豪雨で、線状降水帯も多数発生して、特に九州の北部で、非常に大きな災害がありました。で、この後半の方を、イベントアトリビューションで見てみたっていうのがすでに研究としてありまして、皆さんイベントアトリビューションご存知かと思いますか。過去の、温暖化が進行しなかった場合、と比べて現在実際起きている現象が、まず発生頻度のがどれだけ増えているかというのと、もうその事象が起きたとして、それがどのぐらい、強化、強、あの、降水量であれば雨が増えているのかといったことを、調べるアプローチが2つあります。で、最初の方で、その発生回数どんだけ増えたかっていうのを調べると、これが実際の再現実験で、もし温暖化が進行しなかった時の実験で、その差がここになりますが、この赤い方が再現実験で、温暖化が進行してなかった場合の方がこの水色の結果ですので、やっぱり温暖化するとこれだけ、線状降水帯の発生の確率は増えている。で、じゃあ実際にこの起きた雨について、温暖化がなかったら、あんまり、気温が上がっていなかったらどうなっていたかというと、それはこの差で、ここら辺では非常に雨が降水量が増えていて、全体として見ても16%。雨が増加しているという結果が得られています。このようにもうすでに温暖、これまでの気温上昇によって頻度も強度も増えているということが分かってきています。で、世界のものを気候予測の最前線ということでちょっといくつか集めてみたんですが、まず IPCC は2020、去年ぐらいまでで、報告書、第6次報告書終わってんで、その後何をしているかというと、別に休んでいるわけではなくて、気候変動と都市という、特別報告書を作りますというので、今、スコーピング会合を開こうと言って、これ執筆者ってちょっと、そのスコーピング会合の、出席者を今、選定中ということで、IPCC は、相変わらず活動しています。で、CMIP6 で、のモデルで、雲合意の割合を衛星観測に合うように、減らしたモデル群で、これはハドレーセンターとか GFDL とか、気候モデルをの最先端を行っているチームがで、ね、これをやこの、改良したところ、逆に気候感度が高すぎる傾向が、出てしまったんですね。で、今それをどうしたらそこを直せるのかっていう研究が、進んでいます。で、CMIP はもう6が終わったんで、今7に入っていて、まあ、どんなサイエンスをするかと、あとその、どんな政策に対応した実験をするかなどの、を今決める、要するにシナリオ、どんなシナリオのもとで実験をしようかという研究、あ、議論が始まっています。で、シナリオ、CMIP5、第5次報告書の時は RCP だったんですが、で、今回第6次で SSP になって、今度、次回はですね、リプレゼンティブエミッションパスウェイというものになることが、大体決まりつつありまして、これまだ確定したものではないんですが、一応公開されている情報としては、今までの既存のシナリオ、いろいろありますけど、それに対応して、また別のシナリオが、出てきていると。で、ここで今回またエミッション、要するにどれだけ、二酸化、温暖化ガスが、放出されるかということを、決めて、それで、気候モデルで、もう今は、炭素循環でも入っているモデルがほとんどですので、まあ、そういったことで、濃度は、そのモデルで決めてもらうといった方向になる予定です。
で、データセットの方に移るんですが、データセットはいろんなところで、交換庁などで、や研究などで使われて、きておりまして、それをまとめて、より皆さんに使いやすくしてもらうために、ちょうど1年前に、データセット2022として、リアスさんより公開していただきました。で、全体では、15個もデータセットが広がって、非常に盛りだくさんなんですけれども、これ、そのユーザーさんの側からも、これ、どうしてこんなデータの種類があるんですかとよく言われています。それはいろいろ事情があって、プロジェクトが違ったり、目的が違ったりしていて、こうなっているんですけれども。あ、そうですね。で、これちょっと、例えばその典型的な例は、北海道域と本州域の5キロの D4PDF の大規模アンサンプルのデータというのが、こう地域で分かれてしまっているんですが、ここに、カミングスーンとありますが、これは先端プログラムの4と3が協力して、今年度、データセットを、作成しまして、すでに公開されているかと思います。こちら、で、これは日本全域ですね。北海道から九州まで含めた、あ、四国、あ、沖縄含めたデータセットとして公開されております。で、今の話は、ちょうどこの統合プログラム、今、先端プログラムの初めの頃に、というか昨年度、データセットが公表されまして、先ほど森先生からもお話がありました、日本の気候変動っていうのが今、25ですね、基礎改定25で、今、執筆中で、環境省さんの方では、影響報告書をどうするかというワーキンググループがすでに立ち上がって活動していると。で、実際どんな内容になるかというと、まず AR6 をの、情報を気候変動2025だと、含めて、あと、何年に一度という正確率を持った情報も、載せるという方向になっております。で、次、我々はどこをこの先端プログラムで目指すかというと、次のデータセット、2027年後のデータセットを目指して、次の気候変動2030年頃とのまたその時の影響評価に使えるデータセットを作ろうと今頑張っております。で、何が一番違うかっていうと、まずその計算するモデルが大きく変わりました。モデルのバージョンも変わったんですが、一番大きな違いは、今まで大気モデルだけだったものを、海洋の大気海洋の相互作用をきちんと考慮できるモデル、システムで計算しようと。ということが、ここが一番大きな違いになっていまして、これによって大気と海洋がコンシステントな情報として提供できると。今までは別の実験でデータ提供していたんですけれども、今回は大気と海洋が、がコンシステントな情報として選びます。で、実際にデータでどんなふうになっているかというと、この図、パッと見てすぐ分かる方はいないと思うんですが、とにかくまず過去と非温暖化実験、あと将来については SSP の2、1の2.6と4.5をメインとしてつつ、あと最悪事例の SSP5.8、8.5ということですね。で、大きな点で言いますと、まず150年間の連続にとにかく実験をすると。で、大アンサンブル、ちょっと100には、目標は100なんですけど、まあ、36から100ぐらいで、まあ、100を大アンサンブルであるということと、あと、モデルの不確実性は、CMIP6 で予測されたデータから不確実性を取り込むといったことで、これまでこうバラバラにやっていた実験を一つの、フレームワークの実験の構成で全て賄える。カバーできるという実験システムにしております。ただし、ちょっとかつてはマルチスキームっていう対流の立ち方の違いを表現する実験もやったんですが、今回はそれは含まれておりません。で、最後になりますが、まず最初には今年度の自然災害に結ぶ極端気象イベントについてちょっと振り返ってみました。で、イベントアリトリビューションの研究は結構、時間遅れなく研究進んでいて、もうすでに、今年のバイウキの、強度や、頻度についての、研究がもうすでにできた。で、次期の、データセットについては、まずはとにかく大気、海洋の一貫した予測ができて、結合の効果も入っています。で、
で、これまで去年公開したデータでは、個別の実験に置かれていたさまざまな実験というのが、まあ、一つの統一したフレームワークの実験で実施されますので、この場合はどのデータを使ってたらいいんだろうといったことは、多分そこでの、戸惑いというか、選択に対する疑問については解消されるのかなと思っております。以上で発表を終わりにいたします。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、少しご時間ありますので、せっかくの機会ですから、質問ありましたら、まず挙手のようなボタンで、意思表示していただけますと幸いです。いかがでしょうか。このユーザーワークショップ、領域課題4でも行ってますが、領域課題3の方が主体となって行うユーザーワークショップもあって、そちらではユーザー側の、ニーズを吸い上げて、で、それを機構データ作成側にフィードバックするというようなところを担ってますが、中江川様がそこのリーダーで、開催をしてくださってます。例えばユーザー側からこういうデータがあればいいとかいうような要望があれば、お伝えいただけると、その時期のあのデータセットにそうですね。はい。反映していただけるか、まあ、可能な中でだと思いますが、ということもあろうと思いますが、いかがでしょうか。もう、はい、どうぞどうぞ。何かあれば。ウェザーニュースのキラス様でしょうか。りはい、がお願とういします。ございます。こちら、音声聞こえますでしょうはい、か？大丈夫です。聞こえてます。ありがとうございます。先ほど、お話ありがとうございます。はい。大変参考になりまして、で、次の、D4PDF のところのお話もちょっと先ほどあったかなと思うんですけれども、SSP シナリオで、3つのシナリオを、こちらですね、はい、ありがとうございます。3つのシナリオで、やるご予定ということでお伺いしたんですけれども、こちらのシナリオですが、具体的には SSP の例えば3の7.0とかっていうところがちょっとあると嬉しいなと思っておりまして、その心といたしましては、ですね、この SSP の585っていう一番こう、シビアと言われているところのこの、シナリオなんですけども、ちょっと最近のこの研究だと、ややこう、まあちょっと行き過ぎというか、8.5シナリオ結構こう、かなりこう、悪めに、なんか出していますねみたいな話も結構あるかなというふうに認識しておりまして、結構こう産業界といいますか、弊社のところのお客様とかでもこう SSP3 の7.0のところとかに結構注目されている方とかもいらっしゃるのかなというふうに思っておりまして、ここのところの D4PDF のデータが出てくるとすごく活用度が高いなというふうに思っておりましたので、ちょっとそこぜひご検討いただけると嬉しいなと思った次第でございました。はい、ありがとうございます。そうですね。第6次報告書では結構3の7.0がクローズアップされてるんですけれども、まず一つ選ばなかった理由は、地域性が非常に大きくて、エアロゾルの排出とかが、ちょっと他の SSP と違っていて、これをそのメインに、据えるのはちょっとどうかなというのが、我々の意見です。で、全く多分やらないわけではないんですが、あと公式に、あれ、ちょっと公表するか分かんないんですが、少なくとも一つぐらいはやるのかな。ここで言ってるような、この36といった大きなメンバーではできないんですけれども、一つ二つとかなったら、きっとそういうのはできるのかなと思っております。はい。ご意見ありがとうございます。ありがとうごおざい察ましします。まはい、す。ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ちょっと時間になりましたので、次のご講演に移りたいと思います。中江川さん、ありがとうございましはい、あた。りがとうございました。次はですね、ジャムステックの石川様から、気候予測データ2022とディアスということでご講演をお願いしております。石川様、ご準備お願いいたします。はい、これでフルスクリーンで見えてるでしょうはい、か。見えました。はい、よろしくお願いします。海洋研究研究開発機構の石川と申します。本日は気候予測データセット2022とディアスということで、先ほど中江川さんよりも、からも、データセットの紹介ありまして、ディアスから公開されているという宣伝をいただきましたが、その内容について紹介していきたいと思います。気候予測データセット2022というのは、まあ、気候変動、特に適応策を進めていく上での基礎データをまとめた
データセットになっていて、大気は力学ダウンスケーリング、統計ダウンスケーリング、海洋もっと力学ダウンスケーリングに関して、気候変動に関するデータ、将来予測のデータセットが、まあ、一通り揃っているということが、売りのデータセットになっております。でもう一つポイントとしては、そのデータセット自体が公開されている、生データに近いものが公開されているだけではなくて、解説書というのも一緒に揃えておりまして、データセットを利用するために必要な情報というのが簡単にアクセスできるようになっているのがポイントになっています。でこれが、まあ、先ほども見せていただ、見せていただいたデータなんですけども、データセット一覧ということで、全部で15種類のデータセットが入っております。有名なところでは、この D4PDF シリーズですし、大気の将来予測、それから、CMIP5 や6をベースにした統計ダウンスケーリングのデータ。で、海洋の、データ、水温とか水位とかはこちらで、あと波浪のデータですね。海上風を使って波浪を計算したデータなんかも揃っていて、まあ、それぞれの目的に合わせて使っていただけるようなデータになっております。で実際、これトップページ見ていただくと、ちょっと古い、スクリーンショットになってますけども、こちらですね、diasjp.net の DS2022 というところから、データセットのトップページになりまして、次のページに行くと、データセットの一覧や、各データセットの簡単な紹介というのが揃え、にたどり着いていまして、ここから解説書も飛べるようになっております。で、この先に行くと、実はここから先は DIAS でこれまで作ってきた、データ俯瞰検索システムというところに、飛ぶようになっていて、まずデータセットクリックしていただく、これ我々が提供しているもの一つ、海洋の将来予測のデータなんですけども、メタデータ、識別情報ですね、DOI もついている場合がありますし、問い合わせ先、それからデータセットの概要、で、またキーワード。で、ファイルダウンロードへのリンクが貼ってあります。また、利用規約や謝辞の記載方法なんかも、ここら辺に載ってまして、データセットを使うときに気になることというのは、まあ、一通り載っているんじゃないかと思います。で、ここのダウンロード先をクリックすると、DIAS のアカウント登録が必要ですけれども、そこから、自由にダウンロードできるものは、自由にダウンロードできる。あと、規約に同意する必要があるものについては、その同意するページなんかに飛ぶようになっていて、データセットへのアクセスができるようになっています。で、中を見ていただくと、このようにダウンロードシステムに飛びまして、この構造としては、例えばファイル、ディレクトリ構造を見て、あとファイルを押していくと。で、まあ、いくつかのものは一括ダウンロードみたいなものが、機能としては備えられています。また、D4PDF に関してはかなり大きいということもあって、特別に切り出しツールが、準備されております。変数とか、アンサンブルとかで切り出すことができるようになっていまして、今、DS2022 の他のデータセットにも、この、切り出しツールを、移植しまして、他のデータにも対応できるようなものを今現在準備しているところで、まあ他にも大きなデータいっぱいあるので、こういう切り出しツールというのを整備しているものに、していることになります。あ、これですね。D4PDF の切り出しの、領域なんかをこうやって GUI で選択することもできます。で、こういうものは、DS2022 を活用いただくための、まあ一番、手軽な方法なんですけども、もうちょっと、凝ったことをしたい、それから最近は非常にデータが大きくなってきてますので、データセットを直接触りたいという、ニーズも DIAS 側にはいろいろ聞いてまして、そのための仕組みを昨年よりスタートさせております。オープンプラットフォームの構築ということで、これ自体がまあ DIAS のプロジェクトの目標にもなっていまして、いろんな分野の研究者や技術者などが一緒に、DIAS の上で仕事をしていく
ための環境を整備すること自体がディアスの目的になっております。その中では、ぜひとも皆さんから最先端の研究とか、包括的な研究、国際貢献型、地域密着型というような、民間や行政のニーズに応えるための研究開発や、最先端の研究を行うためのプラットフォームの利用というものも、ぜひとも提案いただいて、一緒にやっていければと思っています。で、今ここのところですね、イメージとしては大学なんかの共同利用共同研究の仕組みと同じということで、大学の先生とかと一緒にやっておられる方々には、そんなに違和感がないのではないかと思いますが、単純に、民間の方々がビジネスのために使うっていう枠は今ちょっと準備をしているところで、いろんな制約、ディアスというのも国のプロジェクトので、運営されてますので、そこの、困難なところをちょっとクリアしなきゃいけないということで、今まだ検討中になっています。で、共同研究としては、やはり、先ほど言いましたが、共同研究契約を結んでいただいて、ディアス側のメンバーと一緒に何かを作っていきましょうというような提案をしていただければと思っております。実際、計算機環境としては、簡単な手続きのもと、よくある Linux 環境のバーチャルマシンですね、仮想研が、仮想基盤、仮想的な仮想マシンが、準備できるのですけども、データへのアクセスや、ソフトウェアのインストールにしても要相談ということで、基本的には皆さんのやりたいことがなるべくできるようにということを考えています。必ずしも、ここですね、民間はダメというわけではなくて、大学、の共同利用に近いものですけども、民間の方々でも成果をきちんと公開して、他の方々やいろんなところで役に立つもの、特にディアスの、成果として発信できるものであれば、必ずしも大学や研究機関に、限ったものではないということで、準備しております。例えば、ディアス上のデータを活用したアプリケーションの開発。もちろんこれだけではなくて、新しいデータを作るとか、ディアスの特徴を生かした提案というのを歓迎してますので、民間の方々でもまずは、気楽にご相談ください。最後に、これちょうど昨日、おとといとやって、あと来週にもう一回あるんですけども、ディアスのワークショップというものも今年は企画して、行っております。実際にこの環境ではディアスの解析環境にログインしていただいて、データ解析の体験をしていただくようなワークショップになっています。今年度は、海洋のデータセット、それから大気の方は来週なんですけども、先ほど中江川さんからも紹介があった、今年公開する日本域の5キロメートルメッシュの D4PDF の、最新版のダウンスケーリングデータ、それから昨日は、ひまわり、衛星のひまわりのデータですね、を題材にして、解析をしてもらってます。その際には Linux 環境にログインした解析をしてもらったり、Jupyter Labというウェブベースでの Python の、インターフェースですね、Python を使えるような環境を使って、解析をしています。で、来年度以降もこのような、企画を検討していますので、扱ってほしいデータなんかのリクエストや、共同研究の課題の申請に向けて、こういうどのくらいのことがディアスの上でできるのかっていうお試しの利用みたいな位置づけでワークショップを考えていただいても構いませんので、こんな企画をやってほしいとか、こんな企画があるんだけど、どうですかっていうようなリクエストや希望などがあったら、お知らせいただければ、来年以降の、こういうワークショップのテーマにも採用してさせていただきたいと思いますので、ぜひともいろんなコメント、意見をお願いいたします。以上で、ディアスの紹介、それから DS2022 の紹介を終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、石川様ありがとうございました。まだ時間ありますので、ご意見等いただければと思いますが、いかがでしょうか。
ディアスが公開されてから随分時間が経って、どんどん使いやすくなっているのは間違いないと思います。やはり皆さん使っている方からのご要望がないと、使いやすくならないと言いますか、使っている人にとって使いやすくならないということだと思いますので、もし何かご意見ありましたらお願いいたします。いかがでしょうか。じゃあ私からこのワークショップに参加したら、この Linux 環境での解析とか、この辺はそのユーザー環境というか、そういうのも提供いただけて、お試しができると、そういうような感じなんでしょうか。そうですね。今年に関しては、1ヶ月ぐらいの、環境の提供を準備してまして、チューターとのやり取りで、実際に、先ほどの海洋なんかの例だと、海洋のデータ触ってもらって、こんな絵が描けますよとか、こういう解析をすると、実際に海洋のデータをうまく使いますよみたいなレクチャーの他には、実際に触ってデータを触って絵を描いてもらったりしています。その環境自体は1ヶ月ぐらいですかね、皆さんに自由に使っていただけるようにしてまして、本当に本番で使う環境と同じものが提供できています。なるほど、分かりました。ありがとうございます。質問あるかとは思いますが、少し時間になっているようですので、次のご発表に移りたいと思います。石川さん、ありがとうございまあしりがた。とうございました。それでは、次の講演といいますか、少しテーマが変わりまして、実務での取り組みを紹介いただくことにしています。まず、はじめは、建設技術研究所の宮田様から、肱川の河川整備基本方針の見直しということで、ご講演をお願いしております。宮田様にどうぞよろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、見えてます。よ見えろてしまくおすか願いね？します。はい、大丈夫です。レーザーポインターも見えてますよね。はい、見えてはまい。す。では、肱川水系の河川整備基本方針の見直しということで、建設技術研究所の宮田の方からちょっとご紹介させていただきます。で、初めはですね、肱川特有ではなくて、各河川、今、気候変動を考慮して、基本方針の見直しというところをされてますので、ちょっとその概要だけを先に紹介させていただきます。で、これは126回の小委員会の資料を抜粋して作ったものになってございます。で、今の全国的にですね、気候変動による考慮の増大というところを踏まえて、基本方針の見直しというところに実施されている状況にございまして、肱川水系におきましては、令和5年8月ですね、この8月に基本方針見直して、基準地点の気温高水を、6300トンから7500トンに変更したというところです。で、具体的にはですね、2度上昇の1.1倍といったところを考慮して、各河川でどれぐらいの流量になるのかといったところを検討されている状況になっております。で、検討の手順としてはですね、大きく昔から変わっているものではなくて、昔からやってきたプロセスの中に、気候変動の影響っていうのを、ちょっとエッセンス的に、取り入れているというような流れで、やられていて、ところどころこの赤文字で書いているところですね、というところにそのアンサンブル予測データを、実際に使用して、検討の中に取り入れられているという状況にございます。で、使っているデータはですね、これも全国的に同じもので、D2PDF の5キロメッシュですね、現在気候360年、将来気候360年分のデータというものを使用して、気候変動の影響というのを見ているという状況にございます。で、ここからはですね、具体的に肱川での気温方針の見直しというところになってございます。で、この資料につきましても、126回と127回の小委員会の資料ですね、これをちょっと私の方でちょっと加筆したりして、作ったものになってございます。まず、肱川の流域の概要としまして、簡単にご紹介させていただきますと、肱川はですね、愛媛県の西南部に位置している河川で、流域面積が1210方キロでございます。で、源流はですね、このポインターで書いてるところにあって、河口までは18キロぐらいしかないんですけども、川としてはこうぐるーっと回ってて、肘のように流れていると。で、あと、流域面積の割にはすごく支川が多くて、支川の数はもう全国で5位というような河川というところになってございます。
で、まあ、こういうその自然が多いと、で、盆地に全部集まってくるというところで、過去からまあ洪水の被害が非常に多い河川という特徴になってございます。で、ここからですね、ちょっとあまり気候変動と関係ないところは、もうさらっと行かせていただきたいと思ってます。で、まず降雨の継続時間としては、まあ、従来2日で見ていたものを、まあ、いろんな要素を見て、12時間というのを計画降雨継続時間に設定しております。で、それでですね、12時間の年長化確率を出しまして、既時間の場合、100分の1が安全度ですので、100分の1の確率量に、1.1 倍ですね、降量の変換倍率の 1.1 倍を乗じて、216ミリというものを、対象降雨の計画降量にしてございます。で、流式計算モデルは、潮流関数モデルを使ってございまして、肱川の平成30年7月にですね、西日本豪雨の時にも非常に大きな洪水被害がございまして、まあ、その時の時空間の降雨分布を踏まえて、一部分はですね、流域の細分化とか、そういったところの、処理も行っているというところです。で、ここはですね、まだ実績雨量を使っている検討のところになるんですけども、まず気温高水を決めるにあたりまして、過去の実績の雨量を引き延ばして検討するというところをやってございます。で、右のグラフの方に、ある比較的過去に大きかった流量と、まあ、雨量が大きかった洪水ですね、それを選んできて、それを計画降雨量まで引き延ばして流出計算をしているというところです。で、そうすると、この31個の洪水が現れて、まあ、下は3500トンから上は1万400トンというところになるんですけれども、このグレーで8かけているところはですね、引き伸ばした後の降雨が、例えば小流域、もしくは短時間の雨量が、年長化確率500分の1以上ぐらいをまあ上回っているというところで、まあ、記録した洪水になっておりまして、この赤で囲んでいるですね、昭和40年9月の7500トンと。いうところが規格されない構図の中で最大の構図になってございます。で、それがこの赤で囲んでます構図波形になってまして、後でまたちょっとご説明しますけれども、比較的この前期雨量がずっとだらだらあって、で雨が降ってきて、最後に大きい雨が、流域平均で40ミリぐらい雨が2、3時間続いたというような構図波形と。というところになります。で、ここからがですね、そのアンサンブル予測降雨を用いた検討というところです。で、ここはですね、先ほどご説明したのは、過去に実際に降った雨を、まあ、計画降雨まで引き延ばすという検討をしております。で、ただそうする場合に、まあ、2倍という上限を設けてますけれども、かなり、そこまで大きくない構図で、まあ、引き伸ばすというところで、でここはその実際にもアンサンブル予測のデータがあるので、実際その計画降雨量相当の雨を記録した洪水 の、 まあその雨の降り方ですね、そういったものをまあ的確に反映できるんじゃないかというところで、計画降雨量近傍 の、 実洪水を抽出して、それを、また計画降雨まで引き伸ばしたり、引き縮めたりして流出計算をしたというところです。で、そうしますと、これ赤で囲んでいるものが、最大の流量を記録した流量になっている洪水で、この約8500トンですね。ということで、先ほど実績雨量を引き伸ばす7500トンでしたので、まあ、それよりも大きい洪水も起こり得るというところを確認しています。で、またこれがなんでこんなに大きくなったのかといったところ、もう少しアンサンブル予測のデータを見てですね、詳細に分析しているというところです。で、具体的にはこの赤で囲んだ洪水、8500トンの洪水と、一番右上のですね、似通った波形ということで選んでるんですけども、流量で見ると、こちら5300ぐらいですので、3000トンぐらいの強みがある。その要因を、降雨の波形を見てみたというところです。で、この2つはですね、両方とも前線性の降雨というところを確認してます。で、ただそれを、雨の、雨域ですね、それを見ていくと、この、先にこの本線上流域で、ピークを迎えて、その後にこの下流域ですね、このオレンジの方に、ピークがちょっと1、2時間後に来ていると。で、またこの雨の降り方もですね、一番最後の時間でピッと立っているということで、まあ、後方集中型の波形になっています。
で、右の辺のこの1時間ごとの雨域の移動ですね、これはまあ小流域ごとにちょっと色を塗ったものになりますけれども、51時間目では上流域になって、それがまあ上流、中流にシフトして、最後、下流に移動していると。こういうことで、その雨の移動とまあ洪水の流下のタイミングですね、これが重なって、非常に大きなまあ流量を記録した、流量になっているというところを確認してございます。で、一方、この同じような波形でも5300トンになっているものについては、よく見ると、中央集中ということで、上の、後方集中に比べると、ピークはちょっと前に寄っているというところと、先に下流域で、ピークを迎えた後に、本線の、降雨のピークが来るというところで、この降雨の流下とは少しタイミングがずれるような、雨の降り方になっているというところです。で、こういうですね、雨の降り方をする場合に、肱川流域では非常に流量が大きくなるというところを確認しておりまして、ここの文章、最後の4ポツ目でも書かれておられますけども、そういう危機管理ですね、そういったところを検討する上でも、非常に、こういう雨も降りうるんだというところが分かるという意味で、このアンサンブル予測のデータっていうのは、非常に有効に活用できるんじゃないかというふうに考えて、ございます。で、こちらも、アンサンブル予測を用いた検討になってございます。で、これはですね、左側がまず先ほど実績の雨を、の中、雨の降り方をですね、雨域をもとにそのクラスター分析をして、この5パターンですね、5パターンに分類したところ、このクラスターごと書いてますけれども、小田川流域というところで、肱川の、北東側ですね、この右上の方のに大きく雨が降るパターンというのが含まれ、この実績降雨には含まれていなかったというところです。で、それをアンサンブルで見ると、この右上の方で、出現頻度というのは、他のタイプに比べると少ないんですけども、起こらないということはないということなので、この小田川で強く降る雨のパターンというのも、抽出して、主要洪水群に含めたというところの検討も、行ってございます。で、こちらもまたアンサンブル予測を用いた検討というところで、先ほどですね、実績降雨を吹き伸ばしたときに、小流域とか短時間降雨が501を超えたら棄却というところを行ってございます。で、ただそれはあくまで501ぐらいという目安をつけて棄却しているだけで、実際には起こり得る可能性もあるだろうというところで、このアンサンブル予測降雨で、起こった比率ですね、具体的には例えばこれ、最大1.122って書いてますけども、この大洲上流基準地点の上流域と、この狩野川ダムは本線上流域ですね。これの流域平均雨量を見ると、最大で1.22までは起こり得るんだという判断をして、この引き伸ばし率がこれ以内になっていれば、たとえ501を超えてても起こり得るというところで、対象波形に含めるというところを、検討してございます。で、それがこの赤、青で囲んだ五洪水ですね。で、参考波形として活用というところをしてもらってございます。で、結果的にですね、これで最後、気温高めの、総合的に7500トンというところを定めてございますけれども、この検討1、2、3って書いてるのが、先ほど、申しましたいくつかのですね、アンサンブル予測を用いた検討の中身というところになってます。で、従来、雨量の引き伸ばしだけでやったものを、今回実績雨量の引き伸ばしだけでやってたものを、今回の基本方針の見直しではですね、このアンサンブル予測項を用いて、いくつかの観点から検討しているというような状況になってございます。で、これちょっと実際に使用したアンサンブル降雨予測データのちょっと説明を簡単にしてます。今回ですね、肱川の検討ではですね、国総研の方から四国地方整備局さんを通じて提供されたアンサンブルのデータを使っていると。で、これはですね、右上の方に、これ白く枠書かれるのは四国のエリアになっていて、これを地勢単位で切り出された CSV 形式のものを国総研の方から各地勢さんに提供されていると。で、ただですね、これエリアが限られたデータというところと、あと降雨量のデータしかないので、ちょっ
ちょっとその高性能判定にですね、考慮するケースがあるというところがありましたので、先ほどご紹介もありましたディアスからちょっと実際にですね、データをダウンロードしてきてみたというところになります。で、スクリプトが用意されていただいていたので、それを使ってまあダウンロードしたのはいいんですけれども、やはり非常にこの容量が膨大で、取り扱いに非常に苦労したというところがございます。で、ちょっともう元のデータ全部置いていくわけにもいかなかったので消してしまったんですけど、今回720年分のデータを全部ダウンロードしたので、もうちょっと数十テラぐらいの容量になっていたというところと、あとその、ですね、ダウンロードしてきた後の、処理も結構苦慮しておりまして、先ほどご紹介もありましたけれども、この D4PDF の場合はこの切り出し機能とか、変数とかも領域選んで切り出す機能がありましたので、で先ほどですね、他のやつにもご準備いただけるというところもご紹介、石川さんの方から発表ありましたけれども、そういうですね、この切り出し機能とかがあると、コンサルタントとか、まあですね、ちょっとそのデータと結構使いやすいのかなというふうに思ってございます。以上になります。はい、宮田さん発表ありがとうございました。実際実務でどのようにデータを扱っておられるかという話でした。少し、質問等をお受けしたいと思いますが、中身もさることながら、業務進める上でこんなところをどうしてるんですかとか、ここはどうしたんですかみたいな質問、むしろその質問の方がいいかなと思いますが、そんなことありましたら、挙手でお願いいたします。いかがでしょうか。ちょっとなさそうですが、やはり実務で使う分には、多分データセット自体は日本全域とか、シミュレーション領域全域でドンとこう、置かれているので、それをダウンロードし、全部ダウンロードしてくださいって言われると、もうさすがにちょっと無理だなっていうのが、やはり手を動かされている方の感触ですよね。そうですね。私もともと気象系の研究してたので、頑張ればできるレベルではあるんですけど、やはりちょっとその頑張るレベルがちょっと気軽にはなかなか手を出しにくいなというのはちょっと実際やってみて思いましたね。そうですね。ですので、はい、この切り出し機能とかですね、そういったところがご準備いただけると、よりこうみんなが使っていただけるのかなという認識を持ってございます。はい、ありがとうございます。田中先生を手短にお願いします。ご協力ありがとうございました。京大学の田中です。使い方の、ところの、質問でですね、新しい、データセットっていうところもあって、ご説明に苦労するところとかもあるかなと思ったんですが、検討進めていく上で、そういう、ご苦労がありましたら教えてください。このアンサンブルスのデータ自体の説明っていうところですかね。そうですね。検討会の中で、こう、いろいろ。説明されていく上で、もしくは、社内の技術共有という面もあるかもしれませんが、もしあれば。そうですね、まずこの 行政 の、 この発注者の方に、そもそもアンサンブル予測とは何かというところからちょっとご説明するというところもありましたけど、何回かご説明すれば、その辺は理解いただいては、最近はですね、皆さんご理解いただいているかと思ったんですけど、初めの初っ端の頃はですね、そもそもアンサンブルって何なのかというところからちょっと説明するところが、あったというぐらいですかね。はい、なるほど、いろいろ情報の浸透も進んでいるということですか。そうですね、はい、最近は比較的、はい、皆さんこの、何回もこの説明とかいただいておられますので、はい、なるほど、分かりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。その点も大事な事前ですね。はい、ありがとうございました。では、時間来ているようですので、宮田さんの発表を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。続いてのご発表は、北日本港湾コンサルタント佐藤様にお願いをしておりまして、北海道海岸の取り組みということで、お願いをしておりますが、ご準備いただけますでしょうか。画面は見えました。大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。聞こえます。よろしくお願いいたします。では、発表します。はい。これは DOPDF を用いて、港湾の設計とかに使う50年確率差が、気候変動でどう変化していくかっていうのを、検討会で、2年前になるんですが、森先生も参加いただいて検討した内容になります。で、
まずこの検討を始めたきっかけっていうのが、まあ、気候変動によって日本沿岸で波浪変化が起きるということで、まあ、その要因としては、まあ、台風が原因となるものが、まあ、将来こう北太平洋で高くなるとかっていう研究もありますし、もう一個は温帯低気圧ですね、要は爆弾低気圧と言われている、そういったものでも将来その波向が変化していくというような研究もあります。でこういった背景の中で、まあ、気候変動の適応策に向けた制度設計っていうのが、国の方からいろいろ方針が発表されておりましたので、まあ、そういうのを受けて、まあ、気候変動によって将来50年確率発行がどう変化していくかっていうのを、まあ、DOPDF を使ってハロー計算をして検討しようという内容になっています。で使いましたのが、まあ、先ほどから紹介がありました D4PDF の、 全球モデルのデータを使っています。で、全球モデルには、ご存知のように過去実験と、まあ、当時は2度上昇と4度上昇がありましたので、まあ、それぞれのデータを使って、この中のデータの、まあ、風のデータだけを取り出しまして、これを概力として波浪計算をして波を求めています。で、対象としましたのは、一応北海道の、まあ、代表的な3校で、留萌港、苫小牧港、紋別港という3校を対象にしています。で、この3校を対象にしたのは、近隣にナウパスという波浪観測、定点観測点がありまして、長期の波浪データが記録されているということで、まあ、そことの検証ができるということで、この3点を選んでいます。で、波浪計算にはウェーブウォッチ3を使ってまして、で計算に使用しました風のデータは、先ほども言いましたように、過去実験、将来2度、将来4度の、海上区のデータの全球モデルになります。で、実際に検討するにあたって、まあ、実務で使う上では、データ数がかなり膨大なので、これを全部 Web Watch 3で計算しようとすると、非常に大きな計算負荷がかかるということで、それがまあ一つ課題として考えました。もう一つ、DOPDF で計算した波向が実際の波向とずれるという、まあ、バイアスがありますので、それをどう補正するかという2つを、まあ、課題として考えまして、最初の課題の解決方法としては、ウェブウォッチ3による波浪計算をするメンバーの数とか期間を絞り込んで、できるだけ、まあ、効率的に計算できるように工夫をしたと。でもう1つは解決方法として、北海道は特有なんですが、台風以外も先ほど申しましたように爆弾低気圧も要因として考えられるので、その2つを別々に取り扱って別々に補正をするというふうにしました。で最後にその両者で50年確率発行が将来どう変化するかっていうのを検討して、比較していくというふうな流れで検討しています。で最初にメンバーを絞り込むということなんですけども、それをやるにあたっては、簡易なハロー水産である SMB 法っていうのを使いまして、まあ、全期間全メンバーのメンバーの、ハロー水産をまず SMB 法でやりました。で、それで、まあ、過去実験であれば60年100メンバーですから、6000分のデータを使って、年最大波を取り出して、それの確率分布を出すと、こういう黒い線になりまして、その、100個あるメンバーの中から6個を任意に選んで、それで同じように確率分布を作ると、この青い線のようになりまして、まあ、50年確率に相当する波向が、まあ、全部のメンバーを使ったのと比べて、まあ、プラスマイナス 3% の程度のズレになるということを確認しました。そこで、その全メンバーを使ったものと、6メンバーの組み合わせをいろいろ変えまして、一番元の全体のメンバーに適合する6個の組み合わせっていうのを選び出して、それを使ってウェブを3でハロー水産をしようというふうにしました。これによって、まあ実際全メンバー使った時と6メンバーを使った時の差分が大体プラスマイナス 1% ぐらいに収まるということを確認しましたので、まあ、メンバー数をここでまず絞り込んだと。でさらに、今回確率波向を出す上では、まあ、年最大波だけが分かればいいので365日全部を推算するのではなくて、年最大波が起きてくる前後5日間ぐらいを取り出して、その期間だけをハロー水産しようということで、まあ、これについても SMB 法で、推算して、まあ、実際のナウパスのデータと比較して、大体
ね、最大半のイベントを取り出せるということを確認しましたので、それを使って、日数を絞り込んだと。で、結果的に、全部をやるのに比べて、まあ、0.1% ぐらいまで VVOG3 で実施する計算日数を絞り込むことができました。で、その上で、次はバイアスの補正なんですが、これは、まず左、発生要因別に、まずどれぐらい実測値と計算値の、まあ、ズレがあるのかっていうのを確認したものになるんですが、まあ、左側が爆弾低気圧で右側が台風になってまして、で、実測の、黒い点があるんですが、これは、苫小牧以降の事例なんですけども、苫小牧50年分の観測データがありますから、まあ、50個の年最大波があって、それをこういうふうに、再現期間に並べると、こういう分布になりまして、で、それに対して、D5PDF の、まあ、過去実験の6メンバーで計算したデータが、こういう青い点の分布になりまして、まあ、実測と、計算でこのようにズレが生じるということで、で、このズレを補正するということで、まあ、こういう紫の線のようにですね、クォンタイル法で分布が合うように補正をかけるというふうにしました。で、その際には、実測のデータが50年分しかないので、それに適合する局地分布回数を当てはめまして、これがワイブルの分布なんですが、それに合うように、計算値を合わせと。で、同様に台風も行いましたということで、まあ、これを両者見ていただくと分かるように、低気圧と台風では、まあ、バイアスがちょっと違っていて、まあ、台風の方がバイアスが大きいということが、ここで確認できました。で、この結果を使って、最終的に、低気圧、台風、それぞれについて、過去実験、将来の将来温度を、バイアス補正をかけて、分布を、並べて、プロットしたのがこの図になりまして、黒い点が、まあ、過去実験に対するものなので、で、ここで、50年に相当するところの値を読めば、誤差率、確率差が将来的にどれぐらい変化するっていうのが確認できるということで、それぞれ、低気圧と台風で分布を見て比較をしております。で、二つそれぞれ別々に分布を作りましたので、最後に、二つの確率分布を合成して、まあ、両方を考慮した分布っていうのを作っています。それが、この、例えば、苫小牧の過去実験ですと、低気圧の分布が青であって、台風の分布が緑だったのを合成すると、この紫の分布になります。で、これが、まあ、実測に対して大体合ってますっていうような形になりまして、これを同様に、将来2度上昇実験と将来4度上昇実験でも行いまして、この50年の再現期間に相当するところの箱を読むということで、50年確率差の将来変化を抽出しました。で、その結果をまとめると、このようになりまして、例えば、苫小牧港ですと、低気圧が現在で 6.88 メートルだったのが、将来4度で 7.11 まで上がりますと。で、台風だと 6.97 が 7.6。で、両方合成すると 7.4 が 8.05 という感じで、タコンをやってまして、で、変化率に、過去実験に対する将来の変化率ということで出しますと、まあ、苫小牧で行けば将来温度上昇で、低気圧だけで言えば 3.4% 波高が上昇すると。台風で行くと 9%。両者を適合すると 8.8 ということで、大体、まあ、1割ぐらい温度上昇で波高が上昇するであろうという、その、結果が得られております。で、苫小牧と紋別を同様にやりまして、留萌以降については、台風がほとんど来ないので、低気圧、温帯低気圧、爆弾低気圧のみで変化率を出しておりまして、こちらでは 2.2% の変化率というふうになっております。で、まあ、こういった結果をまとめまして、まあ、今回の、やった内容としましては、まず、海内線 B 法を使ってメンバーを絞り込んで、まあ、0.1% まで計算負荷を低減できたということと、あと、台風と対低気圧に分けて、バイアス補正をして、最後に合成するということで、両方を同様の枠組みでバイアス補正することができたと。
ということで、50年に対して、まあ、2度、4度とそれぞれ上昇していくことが確認できました。で、まあ、実務である程度使えるような方法が提案できたというふうに考えております。で、最後にもう一点なんですが、あと、流氷、紋別はオホーツク海ですと、流氷による影響がありまして、将来2度、4度です。4度上昇すると、流氷がまあほとんどなくなるということで、それによって、まあ、五条輪確率差がどう変化するのかっていうのを一応確認してみました。で、これがやったのは、海氷があるかないかを、まあ、海氷の密接度に応じて、光子を陸として扱うか扱わないかっていうだけの違いなんですが、まあ、使った風は同じで、まあ、そういう違いを出して、ウェーブツリーで波浪計算をすると、こういう分布になりまして、10年とか20年に相当する波高については、将来、波高が上昇するということが分布で確認できるんですが、50年については、あまり大きな差ができてないということで、この要因としては、まあ、将来的に50年規模の大きな波を発生させるようなイベントが、そもそも流氷が発生する時期には起きてないということが、この要因になるというふうに確認いたしました。以上です。はい、佐藤さんはご発表ありがとうございました。大アンサンブルデータをどう取り扱うかというところと、バイアス統制についてご説明いただきました。ありがとうございます。どちらも非常に大事な点で、かなりご苦労なさったんだろうなと思いながら聞いておりました。何かご質問等ございますでしょうか。はい、中道様でしょうか。よろしくお願いいたします。すいません。建設意見中道と申します。ご発表ありがとうございました。ちょっと簡単に質問させていただきたいのが、去年の開講でもこの論文発表されてたので、拝見させていただいて興味深く見てたんですけども、ウェーブウォッチの方で波浪解析されてる際に、先ほどの説明だと60キロの、風データを用いてという話があったんですけども、はい、波浪解析の時のメッシュサイズもかなり大きめですか？いや、線形補完して20キロメッシュで計算してます。あ、60キロの風のデータを、ダウンスケールで内装的に20キロに落とし込んで、で20キロの解像度で波浪解析もされているということですか。はい、です。あ、承知いたしました。ありがとうございます。以上です。はい、ありがとうございます。GCM 全球計算でですね、どうしても光子サイズが大きくなりますが、ローカルに適用しようとすると、光子サイズの問題は出てくるので、そこら辺もなかなか皆さんご苦労なされているところかなと思います。他まだ質問あるかもしれませんが、少し時間切っているようですので、佐藤様のご発表の時間、これで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは、実務の取り組みはここまでといたしまして、研究での取り組みを簡単にご紹介する時間にしたいと思います。まずはじめは、京都大学防災研究所の佐山先生に、D4PDF 5記録活用した全国河川の確率流量評価ということで、ご発表をお願いしております。これは佐山先生の G メールが見ちゃったということはい。これで画面見えてますか？あ、はい、画面見えてます。よろしくお願いします。はい。京都大学防災研究所の佐山と申します。私も先端の中で研究活動を進めておりまして、主として、洪水の関係で研究をしております。で、少し背景、少し背景から申し上げますと、これまでお話がありましたように、D4PDF5 キロなどですね、日本全国を対象とした気候、特にまあ降水量や風速の時空間分布の予測データセットというのが非常にまあ充実してきたと思います。で一方で、これまでですね、洪水の影響評価というのは、流域単位で実施されてきました。まあ、全国を対象とした研究という観点でも、まあ、主要100給水系の基準点を対象にしたものがまあ一般的だろうと思います。もちろんですね、先ほど宮田さんからのご報告にありましたように、基本高水の見直しといったような、まあ、非常に重要な課題についてはですね、これまで通りやればいいというふうに思いますけれども、今後、まあ、主体が非常に様々になってきている流域治水を実現していく上ではですね、
中小河川を含む全国すべての河川で、気候変動下での河川流量予測のデータセットというようなものも整備することが有効ではないかというふうに考えています。特にこの流域治水という観点を目途とした場合には、さまざまなリターンピリオドに対応するピーク流量のですね、確率流量と、それからそれに対応する代表的なハイドログラフのデータセットというものが有効だろうというふうに考えております。で、我々の方では、日本全国を対象とした、RRI モデルというものがあるんですけれども、これは分布型の流出モデル、流出と氾濫を一体的に解くようなモデルで、雨を降らして、流量、氾濫を解くと。で、これを日本全国、中小河川を含むすべての河川を対象としたようなモデルにしまして、主要ダムによる洪水調節のモデル化もして、パラメータも一応土壌マップに対応したような形で地域統合化をして、全国一応14地方に分けてこうシミュレーションができるようにしてですね。で、それから稼働断面につきましては直轄区間の73%の断面を反映させたような形。それから稼働周辺の地形補正を少しして、氾濫の解析精度を少しずつ向上させながら、構築したモデルというのがございます。で、そういったモデルで、全国のですね、多数の地点で、検証をしますと、これは観測情報がないようなところというような過程でですね、大体ナッシュ指標で0.87、ピーク相対誤差で、10%程度の、誤差という形で、全国を推定できるようになってきたということです。で、モデル、まだまだ課題はありますけれども、そういったモデルを用いて、またこの D4PDF5 キロのですね、最新データセットを用いて、先ほど申し上げたような確率流量を求めていこうというふうに考えますと、王道はですね、その D4PDF のデータをそのまま720年分モデル入力して、連続計算をして、すべての河川のところで流量が求まるので確率評価をするというような方向が考えられますが、当然ながらモデルが非常に重くなってまして、そういった連続計算というのは難しいというのが実情です。そうなると、先ほどの、お話にもありましたように、洪水をもたらすような豪雨イベントというのをいかに、抽出するかというところがポイントになりまして、今、いろんなスケールでですね、スケールをこう変えながらイベントを抽出する手法というのを検討しています。ちょっと今日はこの手法の具体的なところはお話しできませんけれども、イメージとしましては、例えば北陸地方というふうに対象を絞った場合に、720年分のデータから3300イベントぐらいを抽出するというような感じになります。そうすると、中小河川で洪水になるものから、例えば九頭竜川の下流で、洪水になるものまで、いろんなものを含めてですね、イベント抽出されますので、それをこの150メートル分解能の RRI モデルに入力して、ピーク流量を計算しますと、こういった形で現在気候、それから、ちょっと2度上昇まだできてませんけれども、4度上昇というような形で、流量の倍率というのが求まるということになります。で、例えばこれがどれぐらいの精度を持っているのかっていうのは一つの関心事でありまして、これはですね、九頭竜川の中澄地点という基準地点のところでの流量ですけれども、この黒の点々が観測年最大流量で、ちょっとデータ数がまだ整備が整ってなくて26年分しかありませんが、それで推定するとですね、推定してます。で、この緑と黄色がグンベル、あるいは GEV を適用した観測に基づく、例えば100年だとこのピンクのラインになりますが、100年に1回の流量ということになります。それに対して、D4PDF プラス JRRI と書いてますが、これが今申し上げたような現在気候の結果というのが、だいたいこの辺りに載っていて、今まだバイアス補正ということを考えてないんですけれども、それほど大きく外れているという感覚ではありません。で、それで4度上昇かということになりますと、この場合、100年に1回だと1.2倍程度ということで、推定されるわけです。で、同じく、肱川の推計で先ほどお話がありましたけれども、ちょっと詳細、ご説明する時間ありませんが、例えば100年に1回というのは、この場合だと4300トンということになって、もちろん、大きいものから小さいものがあって、基本高水を考える上では、少し大きめのところを、取るというような話もありましたけれども、こういった幅が、推定されるということになります。ちなみに、これは基本高水というのは通常ですね、ダム戻し流量といって、ダムの影響がないもの、
それから氾濫もしないものというふうに想定をした基本高水というのを求めますけれども、今のこの RRI モデルの中ではですね、一応このダムの影響とか氾濫の影響というのも考慮した、まあ、確率流量ということになってますので、少しその部分でも小さめに出るという傾向はあるというふうに思います。で、これは近畿地方にその手法を適用して、見たものですけれども、まあ、このようにですね、いろんなところの河川で、まあ、倍率っていうのが求まってくるということになります。そうすると、まあ、地域全体で見たときに、例えば近畿で見ても、こういった和歌山とか、滋賀県の方では相対的に倍率が大きくなっている、1.4倍程度になってますが、それに対して兵庫県では少し小さめになるというような、地方差といいますか、地域差みたいなのも、まあ、見えてきます。また、流量の変化倍率、これも、すべての流域で平均したもの、流域ごとに平均したものですけれども、これもですね、例えば新宮、木野では少し大きくなるし、加古川では少し小さくなるといったような、こういった、流域ごとのですね、ばらつきというのも見えてきます。で、まあ、今後ですね、これが、まあ、なんでそれが起こっているのかということを、まあ、もう少し事例別にですね、成因別に分析をしていって、まあ、こういったものが本当に、まあ、物理的な意味を持っているのかということを検証していきたいというふうに思っております。今、こういった計算、まあ、鋭意進めているというところでして、大体こういった西日本から関東ぐらいまでは終わっているということですから、でして、まあ、今年度中にですね、一応、まあ、こういった第一プロトタイプ版というのを作成を目指して、まあ、できればこういったデータを使っていただきながら、さらにこの精度を高めていきたいというふうに考えております。以上になります。はい、佐山先生、ありがとうございました。何かご質問とございますでしょうか。最新の研究状況をご紹介いただきました。いかがでしょうか。またお聞きになりたいことありましたら、後でもお受けできるかもしれませんので、少し時間巻いているようですので、次のご発表に行きたいと思います。佐山先生、ありがとうございました。どうもありがとうございます。それでは前半最後、京都大学防災研究所の森先生からご発表お願いしております。森先生、よろしくお願いします。はい、矢野先生、ありがとうございます。はい。私の海岸関係での、取り組みについて紹介したいと思います。ちょっと研究の紹介というよりは、実務でやってることについての、まあ、コメントというか、おさらいについて紹介したいと思います。で、まあ、河川と似てますけれども、海岸の方もですね、令和2年度に海岸保全基本方針の改定が国交省の方でありまして、そこで特に実行してくださいっていうことが、まあ、主に2つあります。1つは、これまでの観測ベースの潮位ですね、高潮を含む潮位の、評価に対して将来、予測をの影響を加えてくださいっていうことが基本的事項に追加されています。で、2つ目はこの後半の方ですけども、侵食等についても気候変動や、人的改変の影響も考慮して将来予測に基づいて対策を実施してくださいという、まあ、この2つが大きく、まあ、打ち出されております。で、現在、ほとんど各都道府県でやられていることは、この前半の方で、海岸の防護に関する、まあ将来予測をやっていますが、この後半のところですね、砂浜に対する気候変動の影響等っていうのは、なかなかまだあまり手がつけられてないかなというふうには思っております。で、あと、高潮の方、波浪と高潮ですけれども、まあ、これは洪水の方の、ピーク流量をどう推定するかというような話とかなり類似しています。で、さまざまなやり方がありまして、これは、仮、公表されているものとして、島根県の、海岸保全、のについての検討委員会の資料を、まあ、そのまま持ってきたものになります。で、ほとんどの都道府県の事例を見てるとですね、まあ、このパターン、この島根県とほぼ同じパターンをやってるというふうに思っています。それはどういうことかっていうと、想定台風ですね、太平洋側だと、
室戸台風の強度で伊勢湾台風の経路、室戸台風の強度が伊勢湾台風の経路で来ましたとか、そういう想定を置いてですね、まず現在の最大想定をすると。で、それに対して D4PDF の台風トラックデータから、この想定台風に対して中心気圧を下げて、高潮の計算をして、将来変化を出すと。このパターンが非常に多くのところで、やられているというふうに思っております。で、実際どうやっているかというおさらい、例ですけども、これも同じ島根県のものですが、一つは、この想定台風に対する、中心気圧を、将来変化としてどのようにこう盛り込むかというものになります。で、ほとんどが、観測をベースにしたものに対して、D4PDF の、現在と将来を比較して、想定される緯度で、5ヘクトパスカルとかですね、それぐらいの将来変化を加味して、でいくつかの代表経路をピックアップして、それで将来の気候変動を考慮した潮位偏差、高潮を含む推移を求めると、このようなやり方が、非常に多いと思います。ストーリーとしてはちょっと違いますけども、類似点としては河川の方で今日もご紹介ありましたが、降雨パターンを空間と時間の特性を先に考慮して、その後流量に変化するというようなイメージと、この流れはかなり似ているというふうには思います。で、このやり方は別に悪くはないんですが、良くもないというのが、個人的な印象になります。で、高潮に対して気候変動の影響をどう考慮するかというのは、非常にいろんなアプローチがあります。今紹介したのは、このシナリオ型ですね、台風の、シナリオに対して、過去の将来 の影響を少しだけ中心気圧分だけ加えるというような、ものになっています。でこれは現行の計画がそうなっているので、それと連続性があって、非常にやりやすいですし、シミュレーションの数も、ごく数本でいいのでやりやすいというのが特徴になります。その代わり、将来変化といっても実際、入っているのは中心気圧だけで、台風のですね、強さ、空間分布とかですね、速度、そして経路の変化というのはほとんど入れることができないので、将来変化のごく一部が入っているというような、イメージになります。でこれ以外に、例えばこの下の方だと、D4PDF のようなデータをそのまま使ってガリガリ計算していくというやり方もありますし、過去との整合性を担保しながら確率評価する場合は、確率台風モデルを使うとかですね、ダウンスケーリング、ワーフトを使ったダウンスケーリングと議事温暖化を使うとか、いろんな方法を使うとですね、最大クラスとか確率とか評価とか、気候学的な整合性が得られますが、現在行われているのは、かなり簡易的な将来を見ているというふうに思っています。で、この現在やられていることの、個人的なまとめですけども、現状はほとんどの、検討では、想定台風を使って中心気圧の将来変化のみを、考慮しているということになります。で、確率的なアプローチとしては、いくつかの都道府県では、台風の経路と強さについては何年確率ですかっていうことを、考えている想定台風に対して、行うという例があります。で、もう一つは今日、佐藤さんからもご紹介ありましたが、D4PDF 全部計算するのは大変なので、簡易なモデルでデータを絞り込んで、その中で、いくつかを、についてはちゃんと計算するというような、こともやられているというふうに思います。で、個人的な感想としてはですね、特に想定台風では、台風の中心気圧と風速を関数で、仮定したパラメトリック台風っていうのを用いてますが、これについてはいろんな限界がありますので、そのあたりをそろそろちょっと真面目にどうクリアするかを考えないといけないというふうには思っています。で、台風の中心気圧等ではバイアス補正を用いて将来変化を
推定してますけども、まあ、ここにもかなり任意性がありますので、まあ、都道府県ごとにばらつきが見れる、見られるというふうに思っています。で、あとちょっと今日の、メインの話と関係ありませんが、D4PDF には全球60キロっていうのと、日本領域20キロというのがございます。で、よくよくマニュアルを見ると書いてあるんですが、日本領域20キロは台風の評価には使わないでくださいという、留意事項がありますが、このあたりあまりこう、目に留まらずですね、都道府県の、検討では、この D4PDF 日本領域20キロを台風の評価に使ってたりしてですね、これは良くないですよというようなコメントを出したことが何回かございますので、まあこういう意見交換は大事かなというふうに思います。で、現状の実務でやってることは、まあ一番やりやすいのでそういうふうにやってると思いますが、今後、中長期的にはですね、そろそろいろんな考え方を入れていかないといけないんじゃないかなというふうに思います。まあ一番大事なのはやっぱり一つは高潮にどういうふうに確率評価を使うかと。で、特に今日の主眼のような大規模な気候予測データを、まあ、うまく使うと、まあこれまでできなかったような確率評価というのが、まあ、できてくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、同様なことは、今日の河川の方でもありったと思いますが、例えば100分の1の降雨量が100分の1の流量とは限らないので、まあ、そういうふうに、最終ターゲットとなる変数ですね、台風の、高潮の推移とか、まあ、河川のピーク流量とかの確率評価をどういうふうにするかっていうのが、技術的には考えていった方がいいんじゃないかなというふうには思います。まあ、あとは3番目ですけども、気候変動の時間スケールが変数によって違うということもちゃんと把握していかないといけないというふうには思っています。具体的には気温の変化とか台風の将来変化の時間スケールとか時間のパターンと、例えば海面上昇量の時間変化っていうのはパターンが違うので、まあ、同一に扱うことができないと。例えば2050年と2100年で、まあ、線形に変わらないですよというようなものがあるというふうに思っています。であとは技術的アプローチとしては、まあ、繰り返しになりますけども、確率評価法をどういうふうにやるかっていうのも任意性があるので、その辺もしっかり考えないといけないということ。あとは、ちょっと今日時間がないので紹介しませんでしたが、将来変化を何パーセントという変化率で示すのか、何ヘクトパスカルとか何流米という物理量で示すのかっていうのは結構評価の方法が違いますので、まあ、この辺の違いっていうのもそろそろ議論した方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、今日は時間がないので、現在我々が先端プロで行っていることは特に紹介しませんが、特に今やっていることは、まあ、極端な高潮と波浪データっていうのが今気候変動データ2022にはないので、それを作っていくというようなことを、やっています。で、具体的には D4PDF5 キロダウンスケーリングとか、今日前半中江川さんが紹介していた、まあ、新しい、予測データについて、まあ、このあたりの極端な高潮とか波浪の、基礎データを作っていくということで、あと台風のトラックデータ、あと低気圧のトラックデータ提供していますけども、このあたりもバイアス補正をかけずに今出してますが、そろそろちゃんとバイアス補正、済みのデータっていうのもあった方がいいんじゃないかなというふうに我々は考えております。で、これ最後ですけども、これ中江川さんの話と似ておりますが、大体同じですけども、IPCC の次のサイクルが、まあ、始まっていて、都市に対するスペシャルレポートが、まあ、すでに準備されているということが一つ。で、あと WMO、国際気象機関の下でですね、我々は、地球全体の波浪と高潮の、まあ、統合的な予測プロジェクトっていうのをそれぞれ一個ずつ立ち上げておりまして、まあ、これも2、3年後には何か結果が出てくるんじゃないかなというふうには思います。で、最終的には日本の気候予測データ2027に、まあ、このあたりの成果を入れてですね、今日いらっしゃるユーザーの皆様にも使っていただけるように今準備しているというのが現状になります。私からは以上です。ありがとうございました。はい、森先生、ありがとうございました。何かご質問等
ご意見、コメント等ありますでしょうか。今後どうしたらいいんだとかいうようなのがあれば、この機会ですので、よろしいですか。では、森先生のご発表、これで終わりにしたいと思います。ありがとうございます。ここから休憩で、休憩の後ですね、ブレイクアウトセッションで、皆さんブレイクアウトルームに分かれて、議論するというような形にしたいと思います。で、どうしますか ?40 分からにしますかね。はい、それで。ちょっと予定では35分と思ってました。ちょっと休憩時間短くなりますので、40分からにしたいと思います。で、40分になりましたら、また戻ってきていただいて、で、すでにお送りはしていたとは思いますが、皆さん、ブレイクアウトルームに入っていただいて、それぞれ、ディスカッションをするというような形にしたいと思います。じゃあ、休憩ということでよろしくお願いいたします。